のおじさんのお守り、大変とは思うけど頑張ってね。お嬢様方どうもありがとうございます。이집산잘됐으면좋겠다。私をのけ者にして何をこそこそ喋っているのだ。別に何にも。どうもお騒がせしました。部屋は公爵閣下にお譲りします。おお、そうか。最初から素直にそう言えばいいのだ。その謙虚な心がけをこれからも忘れるでないぞ。まったくもう。それでは失礼します。앞으로도계속나올것같아왠지。そうですか。公爵閣下には事情を説明してお断りしたはずだったのですが、本当に申し訳ありません。このようなことになってしまって。いいっていいって、悪いのは全部あのわがまま公爵なんだし。ところで代わりの部屋はありますか？普通の部屋で結構ですから。それがつい先ほど全ての部屋が満室になってしまいまして。げっ、少し甘く見てたか。どうかご安心ください。今回の件は私どもの不手際です。他に泊まれる場所がないか責任を持って手配させて。よっ、なんか困ってるみたいだな。いやー、얘네랑동선이딱겹쳤나보네기자들。エステル、ヨシュア、空賊アジトで会って以来だな。あ、ナイアル、こんばんは。意外な場所で会いますね。それこっちのセリフだぜ。お前さんたちもルーアンに来ていたとは思わなかった。それよりどうした、何かトラブルでもあったかよ。実は방금일어났던일을설명했다。相変わらず面白いことに巻き込まれてるじゃねえか。あのね、笑い事じゃないんだけど。そういうことなら話は早い。俺の部屋に泊めてやるよ。え、ベッドに空きがあるからな。よ、フロントさん、それでも構わないだろ。もちろんですとも。そうしていただけると助かります。よし、決まりだな。地下1階の奥の部屋だ。遠慮せずについてこいよ。地下도있구나여기。いいのかな。せっかくの申し出だし受けてもいいんじゃないかな。まあ止めてもらう代わりに何かネタは要求されそうだけど。めちゃめちゃありそうね。まあそれくらいは仕方ないか。뭐보상같은거따로없나。대화한다。저희의불찰로심려를끼쳐죄송합니다。착즙주스사죄의표시。좋은데。야매너좋아。목소리좋고。아여기가지하가는데였구나。난창고막그런건줄알았는데지하에방들이있구나。여긴싸겠지아마。여긴아마나가는데같고발코니같은。아이런식으로이어져있구나。이아저씨뭔가있어보이네。물라토노인。석양이지고있구만。석양이어울리는마을이또있을지。되게관광명소같은딱그런느낌이네。이방이겠네딱보니까。아닌데시몬。그렇다면이방。여기네。よく来たな。空いているベッドを適当に使ってくれや。止めてくれるのはありがたいんだけど、ちょっとサービス良すぎるんじゃないの。おっと、変な勘ぐりをするなよな。この前はお前さんたちのおかげでスクープをものにできた。感謝の印ってやつだぜ。空賊逮捕のスクープですね。どのくらい反響ありました？それがよ、もうバカ売れ。特にリシャール大佐と情報部の活躍を取り上げた記事が大反響だな。空賊事件そのものよりも大佐に稼がせてもらった感じだぜ。へえ、あの人そんなに人気あるんだ。噂じゃ、今回の事件で陛下から勲章までもらったらしい。大戸辺りの市民の間じゃ人気うなぎ登りっていう話だぜ。今度うちでもリシャール大佐の独占インタビューを載せるしな。야훈장을받았을정도면소장정도되지않았을까이제。오좋은데。それはすごいですね。まあ、あのルックスに加えて知的で頼りがいのある雰囲気だ。俺も実際に話してみて好感のモデル人物だと思ったぜ。ただな。どうしたの。いや、まあそれはどうでもいいか。記事のおかげでボーナスも出たし、
ようやくお森からも解放された。떨어졌구나。リシャール大佐様様ってやつだぜ。お森から解放されたってひょっとしてドロシーのこと？そういえば一緒じゃないんですか？もともと新人研修の一環としてしばらく面倒を見てただけだしな。今回のスクープをもってめでたくコンビ解消ってわけだ。でもあの人って一人にしたらかえって心配のような。クロコ상호인그분。言うなっての。考えないようにしてんだから。まあそういうわけでボーナスを使ってバカンスを楽しんでいる最中ってわけだ。とか言ってどうせまたスクープを狙ってるんでしょう。あ、ひょっとしてあの公爵を追ってたりとか。ああ、デュナン公爵か。お前さんたちも災難だったな。聞いた話だと王族の中でも宝刀三昧のはみ出し者だそうだ。王族들사이에서도거들고있대요。王族들사이에서도약간꺼려하고막그런것이왕따같은。アリシア女王も頭を悩ましているって噂だぜ。여왕도좀골치아파하고있고。信憑性がありそうな話ですね。でも本人が言うには次期国王だそうですけど。그럴리가。それって本当なの？私あんなおじさんを王様なんて呼びたくないわよ。まあ陛下もご高齢だし有力候補なのは確かみたいだぜ。確か陛下のご子息は結構前に亡くなってるから。まあ周囲の反対も多そうだが。ナイアルさんもそれほど詳しくなさそうですね。이러면망하는거아니야나라。아니아까그사람이왕이되면이거나라망하는거아닙니까。아니이상하네。ということは追っているのは別の件ですか。あ、図星って顔してる。たく相変わらず鋭い小僧だぜ。イエスとだけ言っておこう。だがそれ以上は喋れねえ。かなり大きなネタなんでね。そう言われると余計に気になっちゃうけど、まあいっか。私たちマスコミじゃないし。記事楽しみにしておきますよ。おう、任せとけってんだ。ところでお前さんたち晩飯はまだなんじゃねえか。おごってやるから付き合えよ。え、本当？ありがたくごちそうになります。밥까지사준다네。서비스가너무좋은데。아카진오빠라반타르에서나이얼에게저녁을얻어먹었다。아지리아만의해산물이들어간각종요리를맛있게먹고만취한나이얼을호텔까지옮긴후잠자리에들었다。어고아원한밤중의고아원。어미라납치해야돼。黒いものが多いのは元気な子が多い証拠かしら。さてと、そろそろ休みますか。エイドスよ、あの子たちに健やかなる明日を与えたまえ。何かしらこの音は。薪をくべる時のような。それにこの匂い。설마고아원을태우려고。まさか。와씨이거겁나잔인한놈인데누군지몰라도정이없는앤데。민나오키테아고멘오지마젠아레그라무따라나니내보게된노요보리다니엘하얗고오키나사보니요。어이런애도있었구나。보리도오시타노센세조금또고와요。え、本当？一階におりますよ。慌てず大急ぎで先生についてきなさい。あに、おとん정신나는놈이고아원에다방화를해。うわ、なんだこれ。煙臭い。こ、怖いよ。おみよ、まだ眠い。さあ。みんな出口に急いで。そんな。エイドスよ、どうかこの子たちだけでも。あいこ、いこ、おとがにゃ。あい、ビラン죽으면안되는데。다음날아침루안거리。
頭がガンガンしやがる。完璧な二日酔いね。そんなに強くないくせに飲みすぎたりするからよ。薬でも買ってきましょうか。いや、いい。それじゃ俺はこのまま取材に向かうとするぜ。そっか、昨日は止めてくれてありがとね。それとごちそうさまでした。まあせいぜい面白いネタをつかんだら教えてくれや。俺もしばらくはルーアンに滞在するからよ。じゃあまたな。이럴땐진짜짱구아빠같다さてと、僕たちもそろそろギルドに行こうか。うん、そうね。ジャンさんに仕事を紹介してもらいましょう。아이거왠지유격사옆에가면은방어범을찾아라그런일을줄것같아요아근데진짜그대로다죽었으면어떡하지설마죽진않았겠지이런평화로운게임에서다그방어범때문에죽었거나그러진않겠지설마그럼좀불쌍한데너무자일을한번받아보겠습니다ジャンさん、おはよう。おはようございます。やあ、おはよう。早速来てくれたみたいだな。うん、約束したしね。早速ですけど、仕事を紹介してもらえますか。ああ、いいともさ。いろいろと頼みたいことがあるけど、どれにしようかな。結構ボインだ。お手柔らかに。おっと、ちょっと待っていてくれ。자저전화는유격사협회끼리하이하이통신하는こちら遊撃地協会통신장치야마노리아테아니네딴데서도할수있구나連絡してくるなんて珍しいな。あんたのところのボロ通信機でよくぞ連絡できたもんだ。お、なんだって。마을마다하나씩있구나。あ、そうか。そりゃ大変なことになったな。あ、わかってる。すぐにうちのを向かわせるさ。どうしたの？何か事件でもあった？おちですか。事件か事故かはちょっとわからないんだが、昨夜街道沿いにある孤児院が火事にあったそうだ。嘘。それ確かなんですか？マノリアの宿屋の主人がわざわざ連絡してくれたんだ。マーシア孤児院って言うんだが、君たち場所は知っているかい？知ってるもん何も。昨日の昼に訪ねたばっかりよ。それで院長先生と子供たちは大丈夫なんですか？その確認は取れていない。パーギャンでとりあえずそれも含めて一通り調べてきてほしいんだ。君たちに頼めるかい？当たり前よ。それじゃあ僕たち急いで孤児院に向かいます。あ、よろしく頼んだよ。あいご無事避難を했다막그런말이나올줄알았는데확인이안됐다네これで依頼達成だね。일단등대마수수탕이거히든퀘스트보상받고この調子で次の依頼も頑張ろう。この調子で次の依頼も頑張ろう。아직도오고お疲れ様。何か依頼を。여기퀘스트는뭐가있나잠깐볼게요。이건했고창고의열쇠시제품의탐색아이나가도의수배다중간또는장기니까일단메인부터하자아직은여유가있으니까메인부터하는게좋을것같아요세이브한번하고그러게나는무사히그들은피난을했다고한다뭐그런식으로나올줄알았는데파악이안됐다그러네자고아원에한번가보겠습니다어떻게됐는지아이고진짜그대로다죽은거면너무불쌍한데그고아들인데마놀리아마을의북쪽이었죠아마자빨리가보겠습니다빨리어차피 CP 도없어서퐁이도못잡으니까몹다제끼고후딱가서확인해보겠습니다아이리벨이란나라가시대에좀뒤떨어졌다고나라자체가아니근데어떤놈이고아원에다불을질렀지진짜뭐클렘한테원한있는놈이한명있었나누구클렘이뭐누구어디야쿠자같은그런사람의지갑을건드려서보복을했거나뭐그런건아니겠지그런단순한이유는아니겠지여기
자, 아마 우리가 가서 추리를 좀 해야 될 것 같은데. 어, 바로 옆이죠. 여기 바로 위쪽. 어, 근데 방금, 아, 이거 표지판. 깜짝이야. 멋이야, 고아원. 와, 다 탔어. 헐, 이게 무슨 일이야? 히도이. 완전히 약해지고 있네. 아, 안토타치. 쇼토시테 키미타치 유격시 교회から 来たのかい? 皆さんは マノリアの方ですね. 아, 瓦礫の片付けをしてるんだ. 昨日の夜中に火事が起きて慌てて消火に来たんだけど、 まあ ご覧の通り、 ほぼ建物は焼け落ちちまった。 それで 院長先生と子供たちは? 大丈夫。 みんな無事だよ。 今 マノリアの宿屋で休んでもらってる最中なんだ。 다행이네。 これだけの火事だったのに 全員大した怪我はないそうだぜ。 よかった。 不幸中の幸いだね。 俺たちはもう少し後片付けをするつもりだけど、 あんたらはどうするんだい? あ、早速宿屋に行って、 あの子たちのお見舞いに。 悪いけど、それは後回し。 え? この現場、ざっと見ただけでも 妙なことが多すぎる。 そして、そういう手がかりは 時間が経つと失われてしまうんだ。 명탐정 요시와 나오나요 또? 君の気持ちもわかるけど、 今は 現場検証の方を優先しよう。 分かった。私たち遊撃士だもんね。 何があったのか突き止めないと。 早速敷地内を調べてみよう。 話はまとまったみたいだね。 それじゃ、よろしく頼んだぜ。 제일 범인이 아닐 것 같은 사람이 범인이라고? 야, 근데 진짜 클로제가 범인이면은 진짜 핵소름. 뭐가 많이 있네. 느낌표가 찍히는 데가 방 밑에도 있었고. 일단 조사해보자. 심어져 있던 허브가 뿌리째 뽑혀서 흩어져 있다. 허브를 뽑아놨고요. 뿌리째 그것도. 굳이 불만 질렀으면 되는 거를 허브를 뽑았어요. 그리고 난로용 장작들이 나뒹굴고 있다. 그리고 여긴 뭐 아무것도 없는 것 같고. 어, 여기도 뭐 있다. 허브를 뿌리째 뽑았고. 어, 여기에는 화단에 파헤쳐진 흙이 지면에 흩뿌려져 있다. 화단에 파헤쳐진 흙? 흙을 파헤쳐서 왜 여기다 흩뿌렸을까? 쓰러진 우유통은 이미 텅 비어있다. 우유통을 막 쓰러뜨렸고. 그러니까 안에다 불만 지른 게 아니고 밖에도 막 이렇게. 치료용 테이블의 주위에는 통나무 의자가 나뒹굴고 있다. 왜 그랬을까? 무슨 목적으로 이런 짓을 했을까? 여기는 아무것도 없... 어, 여기도 뭐 있다. 식료품이 들어있던 나무통이 새까맣게 그을렸다. 어, 여기도 뭐니까 뭐가 있고. 돌벽은 완전히 무너져 내렸다. 여기 특히 히도く 崩れちゃってるね. それと なんか 変な 匂いが しない? そうだね. これは ひょっとしたら. 불을 붙이려고 뭘 뿌린 것 같기도 하고. 문의 잔해가 뒹굴고 있다. 우와, 막크로고개になってる. 아레? どうしたの? 気のせいかもしれないけど、 蝶つがいの部分が変な風に引きちぎられてない? 確かに。 まるで火がつく前に破壊されたような感じだね。 오. 얘네들한테도. 어, 여기도 뭐 있다. 반대편이랑 똑같고. 이야, 昨日は本当に驚いたよ。東の空が赤くなっているのがマノリアからでも見えたからな。 急いで駆けつけたんだが、 全焼は食い止められなかったよ。 엄청 크게 났었고. これだけ派手に燃えちまったら、一から立て直すしかないな。 かなり費用はかかりそうだけど。 아. テレサ先生、どうするつもりかね。 그러네. 돈 없을 텐데. さてと、いろいろなことが見えてきたね。この辺りで一旦整理してみようか。 わかったわ。 まず、出火場所なんだけど。 どうやら建物の中じゃなさそうだ。 屋外の可能性が高いと思う。屋外? こっちだ。
자추리를한번들어볼까요ちょうどこの辺りから建物全体に火が回ったんだろう。あ、石壁が崩れ落ちちゃった場所ね。でもどうしてここが出火場所ってわかるの？地面の焦げ方が他の場所よりも激しいからだよ。周りと見比べればわかるはずさ。あ、本当だ。建物外部のこの場所から火が広がったという事実、これが何を意味するかわかるかい？それって、산불에휘말렸다누군가에의한방화조명기구의발열에의한사고이거는너무쉽다방화죠방화僕もそう思う。この辺りに漂う匂い、これは可燃性の高い油の匂いだ。多分この辺りにぶちまけてから火をつけたんだろう。そんな。それから建物の敷地が散らかりすぎているのも変だ。消火するのに関係のないハーブ畑までが荒らされている。これも何者かの仕業だと思う。그지それ本当ですか？お、あ、クローゼンがぼだ。クローゼさん来ていたのか。どうして、誰がこんなこと。かけがえのない思い出がいっぱいに詰まったこの場所、どうしてこんなひどいことができるんですか、クローゼさん。ごめんなさい、取り乱してしまって。私取り乱すのも無理ないよ。知り合ったばかりの私だってちょっときついから。信じられないよね、こんなことをする人がいるなんて。エステルさん、でも院長先生とあの子たちはみんな無事だったそうだから、だから大丈夫、もう安心してもいいからね。ありがとう、少しだけ落ち着きました。朝の授業を受けていたらいきなり学園長がやってきて、孤児院で火事が起きたらしいって教えてくれて、ここに来るまで生きた心地がしませんでした。そっか、院長先生と子供たちはマノリアの宿屋にいるそうだよ。調査も終わったし、僕たちも一緒にお見舞いに付き合わせてくれるかな。はい、そうしていただけると嬉しいです。それじゃあ早速マノリアに行くとしましょう。じゃあ그렇다고합니다。이렇게클로즈가들어왔는데아직까지도정규팀은아니네요。일단그냥가끔힐해주는。どうだい、遊撃士さん、何かわかったかい？어떤다시보기요？뭐어떤거？자어쨌든클로제를같이이렇게포함해서마그놀리아에가서상황을좀봐야될것같습니다。여기뭔가뭐그림자를봤다거나뭔가정보가더있을수도있으니까한번가서직접당사자들한테들어보는거중요할것같습니다。보험사기야 야그거는그건더소름이다。원장선생님의보험사기 야그건좀아니지。와진짜다른게임이었으면그랬을거야아마。어디보자，어여기뭐2층에있나？혹시클로제씨맞는데요？어무척만나고싶어요？어2층큰방오케이，2층에큰방이겉에선보이지가않는데아여기다。선생みんな、あ、クローゼ姉ちゃん来てくれたんだ。お、マリクよ。みんなどこにも怪我はない？うん、大丈夫だよ。えへへ、マリーも平気。よかった、本当によかったね。よく来てくれましたね。エステルさんとヨシアさんも一緒に来てくださったのね。はい、ギルドに連絡があったから。調査に来たついでにお見舞いに寄らせていただきました。そうですか、訪ねてきてくれてありがとう。調査に来たって、あの火事を調べに来たんだろ？何か分かったことあんの？なんと言ったらいいのか。에스타가요시와는곤란한듯시선을교환했다。
空いてないかしら。私朝ごはんを食べてなくて食堂で何か頼もうと思うの。아그다시보기는유튜브에서보시면은편하게보실수있습니다뭐20화까지봤지막이런느낌으로ついでだからみんなにも甘いものをごちそうしてあげる。え本当プリンプリン食べたい。でも姉ちゃん行きましょうクラム。えつべこべ言わずにさっさと来なさいってば。クロージャお姉ちゃん早く下に行きましょう。そうね。マリが생각이깊구만。되게助かっちゃった。あの子たちにはあんまり聞かせたくなかったから。そうだね。あのマリーって子は察してくれたみたいだけど。いい子に恵まれて私は本当に幸せ者です。それで調査に来たとおっしゃっていましたね。どうぞ何なりと聞いてください。ご協力感謝します。じゃあ과연それじゃあまず火災現場を調査した結果なんですが、何者かによる放火の可能性が極めて高いことが判明しました。そうですか。やはり火には気をつけていたのでおかしいとは思っていたのですが。そこでお聞きしますけど、犯人に心当たりはありませんか？こういうことをしそうな動機があるという意味ですけど。見当もつきません。전혀없다ね。ミラにも余裕はありませんし、恨まれる覚えも全く。つまり強盗目的じゃないし怨恨が理由でもないってわけね。そうなると嫌な話ですけど、ああ、ケラクボム愉快犯という可能性もあります。事件の前後に何か変わったことはありませんでしたか？見知らぬ男たちが孤児院の近くをうろついていたとか。そうですね、昼間にエステルさんたちがお見合いになってから特にあの方は関係ないでしょうし。あの方、火に包まれた建物から私たちが脱出しようとした時、天井の梁が落ちてきて玄関から出られなくなってしまったんです。あ、どうか食えじゃんな。ですがその時扉を破って助けに来てくれた方がいて、梁をどけて私と子供たちが逃げるのを助けてくださったんです。そんなことがあったんだ。それってマノリアの人なの？それが私たちを助けてから村の者を呼んでくると言ってすぐにいなくなってしまって。どこですか？マノリアの方々に聞いても誰も心当たりはないそうです。怪しいですね。そんな真夜中に孤児院の近くにいたというのも気になりますし、どういう雰囲気の人でした？象牙色のコートをまとった20代後半くらいの男性です。見事な銀髪をなさっていました。銀髪？お若いのに苦労なさったような深い眼差しをしていましたね。지금까지나온적없는캐릭터죠？은발에다가20대후반이고젊은데도고생을많이했고누굴까？悪い方には見えませんでした。普通の人とは思えないけど、人助けをしたのも事実だし、確かに犯人じゃなさそうね。よしよ、何よ、ぼーっとしちゃって。いや、そうだね、案外どこかの遊撃士かもしれないし、その人のことはとりあえず分けて考えた方が良さそうだ。うん、失礼します。あれ、クローゼさん、あの子たちはどうしたの？下でケーキを食べています。あの先生、お客様がいらっしゃいました。お客様？お邪魔するよ。市長あんか？お、まんねまんね。ダルモア市長。そんま。おや？昨日会った遊撃士諸君も一緒だったか。そんま、막재개발그런거아닙니까이거？お、뭔가느낌이안좋은데。さすがはジャン君。手回しが早くて結構なことだ。さて、お久しぶりだ、テレサ院長。先ほど知らせを聞いて慌てて飛んできたところなんだよ。あ、だがご無事で本当によかった。ありがとうございます市長。お忙しい中をわざわざ訪ねてくださって恐縮です。
いや、これも地方を統括する市長の務めというものだからね。それよりも誰だか知らんが許しがたい所業もあったものだ。ジョセフのやつが愛していた建物があんなにも無残に。心中お察し申し上げる。いえ、子供たちが助かったのであれば、あの人も許してくれると思います。遺品が燃えてしまったのが